久保さんちょっとね過去を思い出してたんですけど、うん、まあ僕は裏方をこうやっててまあその商品を売る時っていうのは、まあ、基本的に他人の商品を売ってたんですよねでまああの なんか,か、し、あの、言われたのが、あの、新商品を作って売ればね、売り上げ上がるから商品作れって言われたことあって、あの、一回作ったことあるんですけど、超大変だったんですね。これ、商品どうやって作るのかなみたいな。まあ、セールスはね、今までその、なんか、まあ、してたわけなんですけど、 自分の商品を売るってことはしてないんですよ。だからかなり大変で、だコンテンツを作ってこう提供するっていうのが、あの、すげえなんか精神的にきつかったし、い一、二回あるんですよね。自分の商品を売ったことが過去に。大変でしたね。うん。でも今は、 なん,かなんだろうな、まあ、商品を作って売るまあこれがなんか常識というか当たり前というかなんだろうなまあ普通になったんですよだからそのまあジャパネット高田の社長さんいたと思うんですけど 別にセールス普通じゃないですか、別に。た、たぶん、なんだろうな、どう思ってたのかわかんないですけど、なんか仕事、セールスすることが仕事とは思ってなかったと思うんですよね。あそこまでぶ、あそこまでやってると。うん。僕もなんか今は、なんかやっぱ5年ね。 だかこの5年っていうのは僕にとってその貴重な経験だったなと思うんですよね。自分で商品作って自分で売るっていうのをずっと毎月。だ毎月なんでそのせ、商品作ってセールスするっていうことをやらなかった月が一回もないんですよ。これ結構ね、やっぱここまでやると、あもう自分の中の常識というか、まあ、当たり前というか、まあ、歯磨きですよね。 だから、そうそう。だから、なんでこれを思い出したのかっていうと、吉田さん仕、仕事、なんか最後の方に仕事いつまでしてるんですかみたいな。っていうような問いがあったような気がするんですよ、久保さんがね。なんかもう、僕が今やっていることが、仕事なのかっていう話で、周りから見ると仕事に見えるか、 ああもししなないい頑張ってるるように見えかかもももんないけども、まあ、もちろん頑張ってる部分もあるんだけどもでもその頑張ってるのもまあふ普通というかまあやるべきことをただやる自分の商品を作って売るっていううん、ん久保さんはセールスをねガリガリこうやってないですしあのなんだ淡々とこの情報発信は続けてますけど でも情報発信をしたことがない人から見るとね、淡々と久保さんはもういくらでも喋れるって動画をアップロードできるわけじゃないですか。すごいですね、みたいな話じゃないですか。やっぱり、なんだろうな、それを、いかにそれを常識にするかって、い,いかにそれを歯磨きレベルにするかっていうのが、結構すげえ大事なんじゃないかなっていうのをふとすごく感じましたね。 だ一番ベストは、一番ベストは、努力してないんだけど、周りから努力してると言われ、言われる状態が一番いいんじゃないかなっていう。自分は全く何も、へでもが、へでもね、筆でもないのに、周りからすごいって言われる。でも自分は、もう鼻くそ。でも周りからすごい。多分この極地が、すごくいいんじゃないですかね。<laughs> そう。 そうだってね、久保さん、うぐいスパン食いながら動画、余裕で撮れるじゃないですか。でも、他の人は、いや、そんな動画撮れませんみたいな話じゃないですか。そんな動画撮って何の意味があるんですか恥ずかしいとかね。顔出しできないとかね。なんか、そんな感じじゃないですか。<laughs> そう久保さんにとってうぐいスパンを食いながら動画を撮るって別に鼻くそですよね、別に。何も思わなくないですか、別に。何か思いますうぐいスパン食って動画撮ること。何か思います何も思わないですよね、多分ね。 <laughs> で周りから見るとなんかそれがなんかすごいっていうかなんか俺にはできないなみたいなねなんかそんな感じじゃないですか多分うんやっぱ何を常識にするのかって結構ね大事なことなんじゃないかなと思いますね人生の常識その みんなやっぱ常識の中でしか生きられないんで何を常識にするのかっていうのはすごく人生において大きな課題というか大きな役割になるんじゃないかなと思いますもしその歯磨きをするっていうことが常識じゃなければ多分あのなんだ虫歯だらけになって前僕あの東京いた時歯医者通ってた時にその先生がね言ってたんですけど 20歳で入れ場入れている人がいて、いたんだよ、みたいな。マジっすかみたいな。20歳で久保さん入れ場ですよ。そんな人おるんや、みたいな。ちょっと考えられなくないですか ?20 歳で入れ場ですよ。すごいな、みたいな。あ、だからなんか、そうなる、なる、そうなっちゃダメだよ、みたいな。まあ、言われましたけど。いや、なんか80歳で入れ場ならイメージつくんですけど、20歳で入れ場か、みたいな。 全然その歯磨きしてなかったらしいんですけどね、その子は。なんか、その甘いものばっか食って住んで、なんか、コーラめっちゃ飲んで、歯磨き全然しないみたいな。で、結果的にもうボロボロになった歯がね。まあ、入れ歯入れないといけないみたいな。まあ、金かければね、なんかいろいろあると思うんですけど、金がなかったんでしょうね。多分入れ歯安いと思うんですよ。その、なんかインプラント、インプラントとかクソ高いですよね、多分ね。うん。まあ、金があれば、まあ、インプラントいけるかもしれないけど、 何だからそのその子の常識は歯磨きをしないっていう常識じゃないですかそ,のそこの常識だったら20代でい,いればみたいなタイトル20代でいればにしましょうか <laughs> ここ結構パンチありますよね <laughs> そうだ僕もねもう前歯とかもう2本さもうほとんどね僕神経抜いてるんですよだから、うんまあ一言じゃないんですけど一応まあ ね銀歯もめちゃめちゃあるんですけど、入れ歯ではないんですけどね。上、うん、もほとんど神経がないっていう。だからしもう死んだ歯なんですよ、僕の歯っていうのは。神経がないから。だからそのうちもね、ガタくると思いますし。うん。だから金入れてインプラントにするしかないですよね。うん。最終的には。もしくは、入れ歯、僕も。まあこれさ、前前歯、刺し歯なんで、僕、二本。そう。 うん、やっぱ何を常識にするかってすげえ結構大事だ、大事なことですね、うん。人生変わりますよ。何を常識にするかによって。マジで変わるね。うん、はい。いってらっしゃい。